三上武志氏は連珠第二世永世名人。本名は三上義太郎。自由民権運動に活躍するとともに、聖書を日本で最初に和訳するなど、出版事業にも成果を上げた三上七十郎はお辞にあたる。明治十一年十一月8日、埼玉県四季町に生まれる。上京し、芝国で五福章や麦章を営む中、 同庁内の将棋と連珠の大家である、井上義夫と知り合い、指示して、連珠の研究に身を委ね、各所の協議会で好成績を収めて、王に、三上のあだ名を取る。雄意志という号は、井上義夫が、自らの、雄一文字を入れて送ったとされる。高橋清志いたす、高山高い楽らが、東京連珠者を起こし、同社が、連珠段位を与えることとなった時に、四段を授かる。 高橋清志いたずの連受会引退後の明治43年1月、東京連受社の社長が高山互い楽となると、主席理事に就任し、本業の麦賞を廃業して、指導に尽力する。高山互い楽の講演によって、祝いが加わり、小日向売券らと共に、司会唯一の雑誌、連授新報を発行し、数万人の読者を得る。 明治四十三年六月の弾一規定づくりに励むと、ともに、関西遠征による、その後の弾一規定の改正、競技規定など、レンジ会の基盤づくり、全国統一に貢献した。明治四十五年に、専門レンジ科となってより、精力的に著作活動を進めて、多くの著作物を残す。またその後、レンジ図書出版会を設立し、レンジの普及にさらに努めるとともに、 その技術を後世に伝えることに貢献した。大正7年10月27日、東京連獣社の牢場で、連獣の手合いの審判を務めている最中に突如、手合いを写し取る玉印を握ったまま倒れ、その日のうちに自宅にて息を引き取った。当時は父、母、妻、長男、次男、長女、次女を残したのであるが、平成の時代になって、そのいずれもが猛この世にはいない。 現在は、故郷の埼玉県四季市にある母大寺に、先祖や親族と共に眠っている。明治11年11月8日、海藻問屋、五福祥を営み、町会議員も務めた父、88と母、国の長男として、埼玉県北足立郡四季町に生まれる。祖,祖父は、海藻問屋を営んでいた、七郎衛門。祖先には、引きまた初代名主のまた衛がいる。 明治三十六年十月、上京して、芝新堀町にて、五福章、その後、芝注文前町にて、麦章を営む。明治三十九年、この年あたりから本格的に連獣に取り組み始め、高山互い楽とも交流があった。負傷被災を帰り見ず、視界に身を投じて、ここに七年まだ十分なる結果を、大正二年九月、明治三十九年頃私が、 しゃびきの打ち方を研究して大天狗になり、高山先生に手ひどくやられた。明治39年、支持していた井上義夫と共に、芝会に属して東京連獣社の本社と対抗協議をする。芝に、井上義夫、三上勝石、浅草に、小林刑事、浅田又はじめ、本所に、河村特攻等の書士、本社と対抗協議を、なし、明治41年。 東京連獣社の第1回弾維持予式が行われ、4段を授かる。明治42年11月、5段に商談。明治43年1月、東京連獣社の理事に就く。明治43年1月、小日向売券、祝い落材と共に、東京連獣社の機関雑誌として、連獣新報を創刊する。明治43年1月、連獣新報第1号に、 社員必勝の定席を掲載。以降、社員必勝法として同時に連載する。明治44年1月23日、大阪な庭クラブで、白池ともの審判のもと、山本利八派の巨星と対戦し、これを連覇する。この遠征の結果、山本派7段を連受者の4段格とする、等、全国統一への大きな効果を収めた。明治44年2月、 関西有機を掲載。明治44年6月、六段に商談。明治44年11月、関西行手帳日記を掲載。明治45年、専門連受家となる。明治45年3月、連受絹ぬ類を非売品として会員に配布。後に出版。対象2年6月、連受のしおりを、公越並びに、 国立国会図書館デジタルコレクション大賞2年9月、連ュ雑録を上司。大賞3年2月、連ュ虎の巻、第一編を上司。大賞3年4月1日、連ュ図書出版会を設立し、その責任代表者となる。大賞3年4月、七滑落ミリ一報第一編強月の巻を上司。大賞3年11月、連ュ案内を上司。大賞四年、 先手必勝レンジ52連を上し、対象5年、伝授ジ引射引先手必勝法を上し、対象5年4月、7カツラグミ一方第5編3月の部を上し、対象5年6月、7カツラグミ一方第6編新月の部を上し、対象5年8月、7カツラグミ一方第7編3月の部を上し、対象5年12月、先手必勝射引外伝釘織折の巻を上し、 大正6年、連珠絹ぶるを上司。大正7年7月1日、八段を授かる。大正7年10月27日、大正7年10月29日、通夜。棺の前で夜を明かして、連珠を打つ。浅井、小野沢、佐藤、小日向、高木、田島、亀田、新田、浅田、内田の諸ともは、棺前に夜を明かし連珠を打つ。 大正7年10月30日、午前9時に、高木町の自宅を出館し、麻布郊外町大安寺にて葬儀が行われる。大正7年11月17日、正午より、三上雄一市追前連受会が大安寺にて催される。大正7年12月1日、三上武史医師への追悼記事が手術発表される。大正8年11月9日、 東京連獣社主催の一周期追前連獣会にて、名人位を追贈される。ありがとうございます。